ソーシャルグッドジャーニー福岡、私が助けて助けられる話、エピソード4、お土産屋。店員にお土産をラッピングしてほしいとジェスチャーで伝えようとするが、うまく伝わらない女性。その様子に気づく主人公。主人公がペンと紙を渡す。音や声が聞こえない、聞こえにくい方もいます。手話や筆談で伝えてください。女性は紙とペンで筆談し、店員と無事にコミュニケーションが取れる。女性が主人公にペンと紙を返しお礼を言う。二人の気持ちが通じ合い、笑顔がこぼれる。それからそれから、屋台選びに迷っている主人公。屋台に入っても頼むものを迷っている。主人公の目の前に紙が差し出される。さっきはありがとう、もつ焼きが美味しかよと書かれている。先ほどの女性が主人公の横に座る。二人の気持ちが通じ合い、笑顔がこぼれる。屋台と街の夜景。こんなに静かであったかい世界があるなんて知らなかった。